こんにちは。私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い。わたモテですね。ぺたんこラバーストラップ買ってまいりました。じゃーん、欲しいのは当然もうこっちでございます。もうこっちのうわーみたいな顔ついてないのかな。ついてないんだろうな。まあもうこっちは我々オタクにとっては希望の星ですから、ポップミュージックをうわーってやったりとかさね。いやいやいや、もうこっちの、親友入ってますね。ゆうちゃんか、ゆうちゃんね、リア充になってしまったっていう、そんな感じですね。兄も入ってます。そして魔女はやだな。魔女はいらないよ。いきます。もうこっちせーの、ほいっかー。弟だよね。え、弟兄貴、いや弟だよ確か。弟、いやーべー、弟だ。すげえ、もうこっちのこと嫌いなんだよね。嫌いっていうかさ、なんか一緒に花火見ようよって言ったら、やだよって言われんのね。いや、私がじゃあ花火やってるのを見ててで、見ててくれるっていう、まあ、ちょっと優しさもあるんだけど。いやー、このね、クマの部分がまあオタクっぽいわ。もうこのね、オタの寝不足っていうか、夜型っていうか、これを表している感じですね。そんなわけで弟、名前はね、黒木友明っていうのかな。黒木友子かな。そういうことか。そういうことみたいです。いやー、弟出ました。兄だったらどうしよう。弟だと思うよ。弟ですよ。そんなわけで弟くんも、ストラップかけりょうくんにかけてみましょう。はい。そんなわけでやってまいりました。ストラップかけりょうくんでございます。今回入れたのは、わたもてより、もこっちの弟ですね。いやー、もうちょっとさ、優しくしてあげてよ。サッカー部だっけ、弟。そんなわけでもこっちの弟が出ましたという、そんな動画でした。また会いましょう。バイバーイ。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録はまだお済みではない方、ぜひチャンネル登録をお願いします。ではまた会いましょう。バイバーイ。